昨日は少し睡眠時間がいつもより短かったんですけど、緊張しました。すごく緊張してます。今はい、大会に向けては6月になってからジムが再開したので、いろいろ感染とか風邪をひいたりとか体調に気をつけつつ、毎日ジムに行って1000キロカロリー消費するように心がけてました。私は仕事をしながら結構筋力トレーニングにハマりまして、この数ヶ月お家でずっとヨガマットを敷いてその上を走ったりだとかスクワットしたりとか、結構体作りにしっかり熱を入れたここ数ヶ月でした。はい、まずはもう今日無事にここまで開催できて皆さんとお会いできたことがすごく嬉しいなと思うのと、私は千葉代表としてミスジャパンの日本大会にぜひ出場したいと思っていますので頑張ります。はい、緊張してます。セカンドセッションに移るときに、まずエヴァリオファンという4人の人が帯同します。でその4人の方は最終審査発表まで、ステージ上には出ませんので、まあ、ステージ、楽屋で待機をしててください。また呼びに行きます。で、セカンドセッションに、やっぱその髪の順番が何かあるんですか。パーソナルカラーが赤なので赤を選んでみました。え、何、みんなパーソナルカラーとか知ってんの。すごいね。気合の赤です。頑張ります。みんなじゃあ自信ある？あります。あります。ある？はい、我こそは一番。はいって。はい、はい、偉い。今回が2回目です。あ、2回目なんか、じゃあリベンジみたいな。そうですね、去年悔しい思いをしたので、今年は1年間頑張ってきた成果がしっかりと出るように頑張りたいと思います。ウォーキングの練習だったりとか、スピーチの練習をしてまいりました。はい、ズバリ自信はありますか。あります。はい、絶対優勝します。緊張してますか。緊張してます。してます。はい、リハーサル終わりましたね。はい、一瞬でした。一瞬だった、はい、リハーサル終わったから、はい、みんな実感が湧いてきたんじゃないですか。そうです、ね、だいぶ、はい、気合が入ったポーチで、はい、盛ろうと思って最大限に持ってきました。若干緊張してます。ウォーキングとかですかね、やっぱりドレスの裾を踏んでしまったりとかは考えてしまいます。私の笑顔を一番見てほしいと思います。私のチャームポイントは何といっても弾けるような笑顔なので、ぜひ審査員の皆様にもそれを見ていただけたらと思ってます。あっちのドレスがちょっと派手めだったから、うんうん、こっちはカジュアルドレスだったから、ちょっとカジュアルっぽく白にしたんです。全然ぐっすり眠れました。緊張してない。緊張してない。はい、普段は、モデルさん、はい、慣れてるけど、多分今は緊張してないけど、実際本番だったらもう多分やばいですね。ドクドクって感じあります。はい、わかりました。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。エドさん、今緊張してますか。はい、めちゃめちゃ緊張してます。はい、すごい緊張してるんですが、楽しんで全力を尽くせたらいいなと思ってます。頑張ります。はい、頑張ります。はい、毎日ウォーキングのレッスンとスピーチを自分で撮ってみるっていうことを何度も何度もしてまいりました。そうですね、今まで注意された点であったりとかは自分なりに改善して練習してきたつもりなので、本番は楽しんで自分らしくできればいいなと思っております。緊張してますか。眠れなかったです。一睡も、はい、大会こういうのって初めてですか、出るのは。はい、初めてです。今は、歌手の活動とかされて、はい、結構人前に出たりするのは慣れてると思うんですけども、はい、でも
こうして美しい方たちと一緒にステージ立つっていうのがちょっと初めてなのでちょっと緊張して変な緊張してます。はい、とにかくもう自分らしく、全力で頑張りたいなと思っています。はい、そうですね、やってやろうっていう闘志は燃えてます自分らしさを出せるように肩の力を抜いて、挑みたいと思います。自信は持つようにしてます。ありますと言いますでも、一生懸命挑戦することは美しいということです。
私がミスジャパンとなり来年からの美しさを発信します。ミレイです。ミレイの霊は令和の霊。12歳から歌とダンスを始め、私はその歌とダンスを世界中の全国の子供たちに教えたい。そのためにも何事にも全力で取り組む強い心でさらなる地域社会への貢献に挑みます。宮崎ひまわり。3年、さまざまな経験、たくさんの人との出会いが私を強くし、本来の宮崎ひまわりに戻れるきっかけをくれました。今度は私がフィットネス、社会貢献、環境活動、そしてこの大会を通して一人でも多くの人の勇気となります。ありがとうございます。よもりひびき。私がミスジャパンになって新しい世界に飛び込む勇気を日本中に発信していきます。渡辺由加。どうですか？セカンドです。セカンド。住みたいですね。みんなで住みたい。みんなで住みたい、本当に。ちょうど5人。ちょうど2人で。緊張ですね。5名が発表されます。じゃあそれにお願いします。はい、
田美玲、永原七海、遠藤奈子、宮崎ひまわり、以上5名の方がセカンドセッションへ進出いたします。大きな拍手をお願いいたします。10年後、どこで何をしてると思いますか？すごい緊張してるんですが、楽しんで全力を尽くせたらいいなと思ってます。頑張ります。はい、ご質問ありがとうございます。私の10年後の未来は、外交官として世界を日本の発信を世界にしていくことです。私はミスジャパンを通して日本の学び、世界をより日本をよりよく世界に発信していきたいと考えております。以上です。はい、ありがとうございました。小堀ひろえさん、あなたはミスジャパンになったら何をしたいんですか？去年悔しい思いをしたので、今年は1年間頑張ってきた成果がしっかりと出るように頑張りたいと思います。はい、私は世界の子どもたちが自分の夢や希望に素直に挑戦していけるようなサポートがしたいです。私は客室乗務員という仕事を通して世界を飛び回ってきました。その中で発展途上国の子どもたちは
お金がなく学校に行けない子たちもたくさんいました。そんな子どもたちが自由な夢を叶えられるよう、私がサポートしたいです。永原七海さん、あなたは今回の大会をきっかけにして自分がどう変わったと思われますか？多分今は緊張してないけど、実際本番になったらもう多分やばいです。はい、私は前回のミスジャパンのホームページをご覧になったんですけど、17の目標の一つに海の豊かさを守ろうという活動があって、私は趣味でも海によく行くので、なんかこう豊かさとか自然とかもすごく大好きなので、なんかその自然を守りたいっていうのを込めて、気持ち、私の考えとか気持ちがすごく前向きに変わりました。橋田美玲さん、はい、あなたにとって美しい女性とはどんな人ですか？とにかくも自分らしく、全力で頑張りたいなと思っています。はい、ご質問ありがとうございます。私がモットーにしていることは、やはり一日一日を明るく笑顔で過ごすことです。そしてなんて言うんですか、素直に嘘のない女性が一番素敵だなと思っております。ありがとうございます。宮崎ひまわりさん、あなたの人生に最も影響力を与えた人は誰ですか？またそれによって自分がどう変わりましたか？はい、毎日ウォーキングのレッスンとスピーチを自分で撮ってみるっていうことを何度もしてまいりました。私は先ほどの自己 PR でもお話しさせていただいたんですけれども、3年前に急な事故で弟を亡くしました。間違いなく私の人生で一番影響をくれた人物は弟なのですが、私がそうとても家の中とかで暗く落ち込んでいる時に、歌手のジェニファー・ハドソン、彼女は一気に家族を3人ほど失って、それでもまたすごく美しい姿でスーパーボールっていうアメリカのスポーツの大会に復帰して国歌斉唱した姿を見て、私は何やってるんだと、すごく彼女の姿にもそうですし、こう歌声にもとても励まされました。ですので、弟の死によって私はいろんな方に勇気や希望をもらいました。私のようにやっぱり今どん底にいる方や、なんだろう、人前に出れなかったりとか自信がない方、そんな方の少しの希望の光になりたいと本当に強くそう思っております。頑張りました。何で見てたよ、もう見てた、2人で座って、そう座って見てた。お疲れ、まず飲みですね。すごい頑張ったね、すごい綺麗になってたから2人もちょっと。一緒にする頑張れ、まだ舞台は終わってないぞ。お待たせいたしました、審査結果発表へ移ります。出場者の皆様、ステージへどうぞ。第4位、小鳥ひろえさん。第3位、
ウィナーを発表いたします。2020ミス千葉は、遠藤なこさんです。おめでとうございます。遠藤なこさんにはシャッシュが贈られます。続いてティアラが贈られます。改めてありがとうございます。今自分でも正直言って本当に信じられない気持ちで、すごい胸がもういっぱいです。はい、ミス千葉としてミスジャパンに向けてこれから精一杯頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。自分の中ではやりきったので悔いはないです。ありがとうございました。私の人生ではなかなかできない素敵な体験をさせていただきました。やれることはやったので悔いはないんですけど、悔しい気持ちもやっぱりあります。すごいまだ気持ち悔しい気持ちでいっぱいなんですけど、この自分の夢に向けて精一杯努力して、またいつかこういう舞台に立てたらいいなと思ってます。ありがとうございました。また挑戦してね。はい、挑戦します。ちょっと悔しいんですけど、でも私のゴールだとかは変わらないので、この大会に向かったその過程がすごく大事だと思うので、何でしょう、私らしく今後も頑張っていきたいと思います。いい経験ができて自分の、宝になりました。本当にありがとうございました。ナンバー入れましたね。来年は3位以内に入れるように頑張ります。ありがとうございます。はい、3位ですがどうですか心境。悔しいです。なんか悔しいけど、なんかここまで来ることができたのも周りの皆様のおかげでもあるし、ここまで来るのに一生懸命努力したので悔いはないです。後悔はありません。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、なんか悔しいです。はい、でもこうして2位という結果をいただいたので、しっかりと受け止めてまた頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。セカンドグランプリおめでとうございます。おめでとうございます。率直に今の感想をお聞かせください。もうなんか夢を見てるみたいで、なんか今本当に現実なのかなってすごい、ほっぺたつねってもちゃんと痛いので、はい、とにかくすごい嬉しかったんですけど、これからミスジャパンに向けてよりよく、より自分を高められるようにもっと頑張っていきたいと思っております。実際、はい、自信ありました？自信本当に全然なくて。じゃあこれからね、大会に本大会、日本大会に向けて、はい、今の、はい、意気込みを、はい、一言お願いします。はい、これからミス千葉として自分に何ができるかをよく考えて、毎日過ごして、もっと自分を高めた最高の状態でベストを尽くしたいと思っております。